菅朝綾は中国東大の勘願、武将である。俗日本記によると、唐の広典2年に、渤海から白木にやってきて、金彩白を通じて、多財府に日本人留学造会、トールの安否を尋ねさせている。日本の関西官は、トールは去年の10月に、高来から聖朝に帰還していると答えている。 この前年、氏名の息子の死や西吉の死により、安氏の乱が収束に向かいつつあり、当氏が牧海を経由して、白木から日本像の帰国を確認しようとしたことは、当時の国際情勢を反映したものだとも考えられる。なお、か朝綾は、菅内常時とも表記されており、内常時は内首省に所属し、内氏を補佐する官で、菅岸が任命され、皇帝に禁じして、 精霊を伝える役目を持っていた。日本の史料における関朝彩りの辞籍はこれだけであるが、その名前は新東女の伝承詩伝にも見え、大歴10年に起こった義広市節度師伝承師の乱に際して皇帝の戦維師として自習で戦い、伝承師軍を破るという活躍を見捨てている。戦維師も宦官,官が任命されることが多く、この関朝綾も、 ダイソーの漢顔である。ありがとうございます。